今お風呂入りまして、今洗濯物を私はやっているところです。これからマッハでやりたいと思いますけれども、本当にさ、まずお腹空いた、今日めちゃくちゃお腹空いたけど茶碗も洗ってないので、茶碗から洗ってマッハで洗って、でそれで消ししていけるか、いけるはずな気がする。その前に朝ごはん食べちゃうか。コストコで買ったネクタイが美味しいし、部屋がめちゃくちゃ散らかっているんですけど、地下鉄が回る回る東京町に回る。うわぁ、なんかね、これ桃でもリンゴでもないらしい。食べてもらう、なんか味の薄い桃みたいな感じです。美味しいんですけど、のどかに見えますけど、あと5分でこれを食べきようっていう。洗っていきます。みんなに見てほしい自動もらいました。完璧に仕上げました。仕上げではない、あとは洗濯物を5分で干します。目覚めちゃう、私の癒しコーナーちゃんたち、ここに水をぷにゅーって入れて、なんかさ、本当にさ、めちゃくちゃさ、小映えがつくんだよね、ガジュマルに。洗濯終わったんで、今からマッハで15分で化粧したいと思います。それではできました。それでは行ってまいります。さよなら。カバンはこれ。帰り着きました。よっしゃ、今日としきさんよりも早く帰り着きました。としきさんが今日は出社だったので、ふきもも裏スーパーシェフモードで今から晩飯を作っていきたいと思います。すいません、晩飯とかあんまり言ったことないです。ご飯作っていきます。今日も腕が太いマンですいません。でもこれが私なんです。すいません。今日作っていくのが、本当にさ、何言われるんだろうな、なんかちゃんとやれっつって、でもごめん、本当にそんなこと今までしてなかったでしょ。私自炊だけはちゃんとしてるから許してほしいななんてこと思ってません。じゃあやっていきます。できました。私が作ると韓国です。これは何なんでしょうか。コンペイちゃん、懐かしい。あっちゃん、ゆうことあっちゃんどっち派だった。何のゆうこ。私はね、ゆうこ。うまっ。うん、これうまいじゃん。うん、
男飯なんかね、舞茸ってね、うん、肉みたいじゃない、うん、旨味が、うん、だから大好き、うん、皆さんはマリオッツォというものをご存知ですか？なんかさ、最近すごい有名じゃないか、なんかちょっと固めのテクスチャーのさ、なんかこういうさ、うん、こういうやつ、何それ？ただクリームパンなんだけど、すごい有名で最近、うん、有名、食べてみたいなと思ったので買いました。なんかね、今回はオレンジピール入ってるんだけど、なんかこういう感じで、うん、あ、うまい。うん、こういうものかって感じ。濃厚なクリームだから、結構あれオレンジピール入っててくれてありがとうって感じ。うん、バタークリームなの。うまい、うまっ。みんなもぜひ食べてみて。なんでこれ、あ、これもうこれ履き違えてマジで。すごいね。もうね、すごい体力を使うんだよね、仕事って多分。めっちゃ眠いんだよ。なんかの調子悪い。え？水飲んだ？2リットル飲んだ。本当に？うん。いる、本当に毎回2リットル飲むんだよ。寝ていました。また寝ます、さよなら。入り着きました。もう木曜日に来たらもう本当にヘトヘトのチンだからさ。あ、そうなの。え、木曜日ヘトヘトチンじゃない？そうでもない。うん、今週めっちゃなんかもう短いっていうか、ちょっともうゆっくりしたいと思います。今日は本当にありがとう。ケバギだケバギだ、やばやばな、やば、ケバ、やば。大好きな私だったんですけど、めっちゃなんか太った気分。これをね、食べます。コストコで買ってるんですけど、これはもうマジで美味しいからね、みんな絶対買って。コストコの購入品でもやるから。うわ、本当にあんまり安くないです、正直。安くないんですけど、その分ホテルみたいな味がします。ちなみにホテルでオニオンスープは食べたことにないです。めっちゃ安いです。ほら、これを使っていきます。もう本当に全然これ買ってから使ってない、本当に。これに入れます。チリ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 、目分量でいっか。これにこれを入れます。全然今日ピンクアップないんです。はい、今日の働き飯はこのような感じになっております。はい、後半へ続く。何のゲームそれ。知らない。ロバートの山本。知らない。なんだロバート秋山って言ってね、最近に
やんの。コントで大体山本が出てて、さっきロバート、秋山とかパチャン出てくるじゃん。うん。なんだ後半へ続く。なんか急に久々に X1 聴きたくなった。この時期だから泣けるかも。なんかもう X1旦那が寝たので、私は真っ先にまたアイドルタイムです。なん、ああ、もう嘘くやば。ハンギョイ。アイドル注文はね、本当に楽しいですよ、皆さん。本当に、特にね、私は韓国アイドルが大好きなんですよね。本当に、もう楽しみです。じゃあ、おやすみなさい。バイバーイ。まだ短い時間にザーッと降るタイプの雨なんですが、見てください、日曜日以降は梅雨が本格化してきそうなんですよね。雨のピークとしてはでは話題作り様のミトミーツ、今回は人気声優の上由紀さんに声優という職業についてお話を伺いました。キヨミです。皆さんは多分分かっているのかしら、このむくみ具合で太ったなあ、ゆりちゃん太ったなあ、ゆりちゃん太りました。 1.5 キロぐらい太った。え？ 1.5 キロぐらい太った。1キロぐらい？ 1.5 キロ。 1.5 キロ大丈夫、明日リセットします。お風呂に入ってリングフィット、リングフィットも やってる？やってない話を、はい、やります。はい、ということで今しめのコーヒーを飲みたいと思います。今ヨーグルトを食べました。ほんと太ってやばい。でもこの間ホンマでクティンビール言ってた、痩せようって思ったら太るらしい。それ私もそうなの、なんかもう太ろうって思う。部屋の中がインスタントコーヒーではないような匂いになる。もう金曜だしマフィン食べようかな。できました。できました。それでは行ってきます。